ZC31S、ZC32S、スイフトスポーツ用 JRC オイルパンバッフルシステムの紹介をします。構造は非常にシンプルな構造になっています。8つのワンウェイバルブがオイルストレーナーの中心に向かって作動するようになっています。まあ、これによってわずかなオイルでも、コーナリング G で横 G がかかった時には確実にオイルストレーナーに集まるようになっています。このシステム自体、我々が WRC スーパー1600クラスのスイフトスポーツに採用してきたものをそのまま量産車のオイルパンに取り込めるように構造変更したものです。非常に効果的な構造をしてますんで、サーキット走行、ジムカーナー、ダートラー、まあ、いろんなシーンで役に立ってくれると思いますんで、ぜひ取り付けをお勧めします。